命のエスパーがアーロニーロ・アルルエリを倒したものの、自らも傷つき倒れたルキア。そこに現れたセプティマ・エスパーだゾマリ・ルルーは、もはや抵抗の術を持たないルキアに刃を向けた。だがテンパチと共にウェコムンドへ来たルキアの兄、6番隊隊長朽木白夜がゾマリを倒す。白夜に命を救われたルキアは、一号を援護すべく再び戦いに赴く。Huh?
ルキア、再会の挨拶など後でいい。早く行け、イチゴ。分かった。井上のこと頼んだぞ。染めの舞引きしろ。さらばだ。悪く思うな。次の舞白蓮。エクセキアス隊長、ウゴボーンと申します。インバソール朽木ルキア殿、あなたのお命をいただきに上がりました。さらばです。悪いが、貴様のような者たち悪く思うな。次の舞白蓮。私の部下を倒すことで、あなたに勝利は訪れはしない。さあ、カラベラスの真の恐ろしさを今からあなたに教えて差し上げましょう。
これならどうです。染めの舞、途切れることのないカラベラスの攻撃に耐えることができない。染めの舞、突きしろ。許さん。これならどうです。どうしました。へきへきしましたか。神に見えたこのアルボラの能力、忠実な兵士を無限に発生させ続けるこのカラボラス。染めの舞、突きしろ。動物種のごとき力を与えられたこの私ですらエスパーダになることはできなかった。その偉大なるエスパーダ、あなたたちのごとき無能衆が立てつこうなど愚の骨頂。突きしろ。これならどうです。受けなさい。少年総括意。染めの舞、突きしろ。悪く思うな。次の舞、白蓮。貴様の能力が果実のように生死を生む能力だ。簡単なことだ。果実を生む枝ごと凍りつかせてしまえばいい。